初代クランブラシル伯爵ヘンリー・ハミルトンの肖像画、ヤコブ・ユイマンス作クランブラシル伯爵はかつて存在したイギリスの伯爵位。有史以来2度創設され、いずれもアイルランド貴族爵位としてハミルトン家に対する助爵であった。ジェームズ・ハミルトンはスコットランド出身の封建領主であったが、17世紀に入るとアイルランドとアルスター地方に入植して定住した。 彼は1613年にダウン県選出のアイルランド庶民委員議員を務めた、後、1622年5月4日にアイルランド貴族としてダウン県におけるクランボイ施策に助手された。その息子である二代子爵ジェームズは1647年6月7日にアーマー圏におけるクランブラシル伯爵に少女したが、長男に先立たれていたため爵位は、次男ヘンリーが相続した。 しかし二大白ヘンリーには男子がなかったため彼の死をもってすべての尺位は廃絶した。なお、二大白の遺領は彼の義兄にあたる第三代ドロヘダ伯爵ヘンリー・ムーアが相続した。第二代クランブラシル伯爵ジェームズ・ハミルトン。ジャン・エティエンヌ・リオタード作。 ダンドーク選挙区選出のアイルランド庶民議員議員を務めたジェームズ・ハミルトンは1719年5月3日にリメリック氏死に除された。彼はさらに、その裁晩年にあたる1756年11月24日にアーマー県におけるクラン・ブラシル伯爵に上る尺した。なお、上記三尺位はいずれもアイルランド貴族としての助尺である。 その後は長男である二大伯ジェームズがその後を襲ったが彼も死死なきにつき全ての爵意は廃絶となった。三大泥ヘダ伯爵ヘンリーはこれを機会にハミルトンを生に加えてハミルトンウィーアとした。リメリック氏死死灼は通例短縮されてリメリック死灼と言及される。ありがとうございます。